こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。今回は関ヶ原後の島津と家康の和睦交渉をめぐる駆け引き後編になるわけだけど、前回で徳川サイドからせっかく積極的に手を差し伸べてきてくれてるのに、島津側はその真意を疑って、義久はうだうだと上洛をしぶるし、ただ常は徳川方との海戦まで決意しちゃうこじらせっぷりを発揮するんだわよね。ああ、島津家は義久、義弘、ただ常の三殿の意見調整がうまくいかなくて、方針がブレブレになるんだな。こんなんじゃ和睦に協力的な家康側の人間からもいずれそっぽ向かれちゃうわよ。こんな世話の焼ける問題児島津家を、サムネのタイトルにもなってるけど、なんで家康が62万石の本領&というのをペナルティで赦免したのかについては、最後にまとめて解説していくぜ。それまでは前回に続いて、ハプニング連発の和睦交渉の経過を楽しんでもらいますわよ。それで瞑想を収束できる見通しがろくに立たない島津に、面倒の種がさらに増えてしまい、関ヶ原の軒口で義弘とはぐれた後、京都に潜伏して島津家と親交のある公家の近衛信忠や京都町衆の道昌庵倉庫に、家康の許可を得てかくまわれていた新納久元や喜入忠次たち5、6人の家臣が、無断帰国してきてしまってな。うげ、主君も主君なら家臣も家臣で空気を読めない奴らばっかりだわね。表向き桜島に喫居中の義弘は、これがバレて近衛家や道昌庵に迷惑をかけるばかりでなく、家康サイドの心象を悪くして和睦交渉に悪影響が出ることを恐れて、ただ常に無断帰国組との面会は NG で、事情を聴取した上で謹慎させ、向こうから詮索されてもしらを切り通せって命じてるぜ。義弘としては関ヶ原の撤退戦で自分に従ってくれて、脱落した彼らを京に突き出すのは忍びないけど、だからといって当主の忠常がこの件に関与してるなんて疑惑を持たれるわけにはいかないし、苦肉の策だわね。さらに超永久の大物厄介男が島津に押しかけてきて、関ヶ原で西軍の主力として義弘と一緒に戦った。宇多田秀家が慶長6年6月初めに薩摩山川津に到着した船に乗っていて、義弘にかくまってくれるよう求めてきたんだ。次から次へと疫病神が来訪してくるけど、宇多田秀家ってよく東軍側の厳しい追及を逃れて、薩摩まで落ち延びることができたわね。それについては妻受賞院の実家前田家が密かに秀家を支援していたようで、さらに関ヶ原の直前に秀家は家康の側近中の側近本田正信の次男本田正成を召し抱えていて、その縁で徳川方による追分に手心が加えられていた可能性も言われてるぜ。へえ、秀家の人的つながりがこの土壇場で思わぬ幸運をもたらしたってわけね。島津側は早速対応に追われて、義久、義弘、ただ常の三殿が協議を重ねて最終的に受け入れを決定するんだが、その理由は困った時の神頼み、島津家お得意の占いをいろいろ行って良い結果が出たからってものでな。和睦交渉の行方にダイレクトに影響しかねないそんな決断を、占い任せにしちゃっていいもんなの。秀家がなんで亡命先に島津家を選んだのか、そして島津側が特に親しい仲であったわけでもなく、受け入れてもデメリットしかない秀家をなぜかくまったのかについては、興味深い問題を含んでいるんだが、これを解説すると話が長くなるんで次回に回すとして、家康との和睦交渉に戻ると、家康側が必須条件として求めている義久の上洛について、ただ常は自分の本拠鹿児島に義久を呼び寄せて、協議を求めようとするも向こうはそれに応じなくて、結局上洛問題は結論が出ないまま中ブラリンになってしまうんだ。家康側から義久の身柄の安全と所領&を保障する確約が取れてないって懸念はわかるけど、協議をすっぽかすってのは島津家代表としての責任を放棄してるとしか思えないわね。万策尽きた忠常はこうなったら自分で事態を打開するしかないと考えたのか、6月の末にトップクラスの重臣を派遣して家康の真意を直に探らせることにし、老中島津忠武を上洛させる計画を立てるも、彼が病気になってしまったため代役として蒲田正親を派遣することになったんだ。問題の根本的解決には程遠いけど、重臣を上洛させただけでも一歩前進かしらね。7月下旬に大阪に到着した蒲田正親や新納与安たち使節一行は、8月3日に家康が改めて成長にした伏見に呼ばれるんだが、蒲田は国元にいる三殿の側近たちに書状を送り、家康が先月に上洛した上杉景勝との面会より、薩摩から自分たちが到着したという報告を優先し、また島津との和睦仲介に精力的に当たってくれている。家康側近の山口直友の報告に対して、家康は去年の今頃は義弘は元気だったけど今はどうしているのかと、親しげに尋ねたという話を書いてて、家康の態度について悪くない感触を得ていたみたいだな。蒲田の話を聞く限りじゃ家康は島津家や義弘に対して、好意的な感情を持ってくれてる感じだわね。そして8月10日に蒲田正親は伏見城で家康に拝謁して義久たちの意向を伝え、家康は以前から提示していた薩摩大隅の安堵に加えて、保有していた日向諸方軍の安堵も約束し、
小競り合いが続いていた日向帯の伊藤との停戦も自分が裁定すると言ったんだ。家康本人の口から本領安堵を引き出すなんて万々歳じゃない。でも肝心の義久の上洛についてはどうなったの？当然ながら家康は義久に急いでの上洛を促し、そのために鎌田たちにすぐ帰国して状況を説明するよう命じたんだが、鎌田は当主が未だ上洛してないのに、本領安堵を約束された別格扱いは島津だけという話で、さらに山口直人も意外に本田正信とも初めてコンタクトが取れて、二人が島津家のために尽力してくれていることを、両国に連絡するんだ。義久や忠常の心配は杞憂で、徳川サイドは友好的だから上洛を前向きに検討した方がいいって言いたいんだわね。伏見城での会見から2週間後の8月24日には、今度は山口直人元本田正信が連署して、義久と忠常宛てに起請文を提出し、二人の身命の安全と島津領安堵の約束を保証して、義弘の処遇についても悪いようにはしないと、家康へ取りなすことを誓約したんだ。起請文まで提出してもらって現地を取ったんだから、これで義久上洛の支障は取り払われたんじゃない？そういや山口直人元セットで和睦仲介に積極的に動いてくれてた井伊直政はどうしちゃったの？井伊直政はおそらく関ヶ原で島津勢から受けた鉄砲傷が元で、この頃体調が相当悪化していて、翌年2月1日に死没してしまうんだが、井伊の役割は本田正信が引き継いだようだぜ。男気あふれる井伊直政が交渉の第一線に立てなくなったのは痛いけど、変わらぬ大物が役目を引き継いでくれて、島津にとってはラッキーだったわね。それでさっき霊夢が言ったように鎌田正親はこれで大方の懸念は払拭されて、義久上洛への道筋はついたと考えただろうけど、国元の反応は鎌田の予想とは真逆でな。ほへ、この後に及んでまだなんか不満ぶーたれたの？鎌田が家康と対面する前日付で、義久付きの重臣伊集院久春と山田有信が鎌田に書状を送り、義久の上洛なんぞ死んでもありえん、島津領はキングボンビーで上洛の準備なんてできっこないし、この絵の豚だが義久を説得するために薩摩に来るという計画があるようだけど、そんなもん迷惑なだけだ。義久が上洛しないで済むように交渉しろなんて無茶ぶりすぎる要請をかましてきたんだな。はぁ？そんなわがまま通るわけないでしょ。この絵の豚だの行為もお邪魔虫扱いしてマジどしがたいわね。当然この書状が京都に届く前に、鎌田は家康への拝謁をとっくに終えて帰国の途についていて、今さらそんなこと言われてもって途方に暮れただろうけど、ともあれ鎌田正親たちは10月10日までに帰国し、山口直人もからも家康が江戸に戻っていっちゃったけど、義久上洛の件についてはしっかり協議するようにと、ただ常に念を押しているんだが、確かなことは不明ながら義久の側近が堅くなな姿勢を崩さずに、国元での議論は揉めたようなんだ。家康本人や首脳部が本領安堵の太鼓判を押してくれたのに、一体何が不満だったのかしら？その辺の事情については、義久を中心とする徹底抗戦派と義弘と忠常を中心とする上洛容認恭順派に、家中が分裂していたという説もあるんだけど、この説の根拠になってる資料は信憑性がいまいち劣るみたいで、関ヶ原で戦死した島津と義久の叔父樺山忠助が後年書いた記録には、鎌田が帰国した後、義久はついに観念したのか上洛命令を受け入れて、義弘の除名を嘆願しようとしたけど、家中に徳川方と一戦交えることを望む声が多く、団結して籠城戦の準備を始めようとしたってあるぜ。そうなると義久と義弘、忠常の間で意見が対立してたわけじゃなくて、家中全体に義久の上洛を拒んで、徹底抗戦してやるって空気が強かったのかしら。そういや前回で家中で特に若手衆が徹底抗戦を望んでた的な話をしてたわね。この時忠常は自分の家臣の三原諸右衛門の城重胤のところに、鹿児島衆たちが寄り集まって、もう合戦するしかないやろって相談しているという情報を掴んでいるぜ。関ヶ原の時国元に残っていた義久と忠常は、お家を挙げて参戦することはしないって方針だったけど、血の気の多い若手衆どもはそれに不満だったのかしらね。かもな、これは三度の矢子さんの重臣が合戦を望む若手の突き上げに苦慮する。世代間対立の趣も呈していた感があるぜ。ただ常川牧交渉が決裂したら即開戦じゃいって息巻いてたのも、徹底抗戦派を抑えきれなくて、威勢のいいふりでも見せないと混乱を収束できないって考えてたからかしらね。義久と義弘の貢献を離れて独り立ちする気配を見せてたただ常ではあるんだけどな。でも家中全体の意思を一本化できる指導力までは、まだ持てなかったってところだわね。で、慶長6年の年末に義久と忠常は連署して本田正信に書状を送り、一門で老中の島津忠武を派遣することを伝えるとともに、家康の本心がわからずに当家が滅ぼされるという噂も立ってたところ、あなたが起請文で自分たちの身命の保証や本領安堵を約束してくれて安心したので、必ず上洛してお家存続を懇願するって誓うんだ。徹底抗戦派をどう抑え込むかはともかく、和睦に応じるという意思は家康サイドに見せたのね。
家中の分裂が収まらない中で、慶長7年正月に本田正信に連絡した通り、島津忠武と新色旅案が上洛して、2月14日に江戸から再び上京してきた家康と間もなく拝謁を果たすんだが、どんな会話が交わされたのかは不明だけど、義久の上洛が遅れていることの弁解はしただろうな。島津に寛大な姿勢を見せてる家康も、さすがにええ加減にせいよって切れ出すんじゃないの。後年に編纂された義久の伝記には、これを聞いた家康は義久が上洛しないというのはわしの言葉が信用できんということか。二枚舌で人を騙そうというのかってイラつきながらも、起請文を提出してくれたってあるぜ。本当にこんなことを言ったのかはわかんないけど、ノムさんみたいにぶつくさぼやきながら、しっかり起請文を書いてくれる家康の懐の深さだわね。その起請文の内容がめっちゃ重要で、この中で家康は薩摩、大隅、日向諸方分の島津領国の全面&と、忠常が義久の後継者として島津家の家督を継承することを問題なく認めて、さらに義弘の身柄についても、その安全を保障するって言ってるんだな。へえ、ついに家康本人から、本領&と義弘の無罪方面の決定打を引き出すのに成功したわけじゃない。それだけじゃなくこの起請文の肝なのが、忠常が義久の後を継ぐことを認めるって部分でな。でも忠常ってとっくに家督を譲られて当主の座に収まってるわけよね。だが家康サイドでは、島津家の代表として実質的に当主権を行使してるのは義久だという認識で、だからは僕の必須条件として義久の上洛にこだわってたわけなんだけど、ここで義久から忠常の家督継承を OK したことで、家康は島津家代表は異母忠常とみなし、故に上洛して家康と対面するのは、義久じゃなくて忠常でもいいと現在に認めたことになるんだ。さすがの家康も筋金入りの筆記義久に根負けして、めんどくさいから忠常でいいやって思ったのかしら。義弘の免罪と合わせてこの条件を起請文に盛り込ませたのは、家康に対面した島津忠武の交渉の成果なんだろうが、後で語るけど、この頃島津領国では忠常の家督の座を脅かす陰謀論が企てられていて、それを封じるって狙いもあったんだろうな。忠常の当主としての権威はなかなか盤石にならないけど、家康が島津側の懸念材料を全部払拭してくれたんだから、これに答えなかったらいい加減罰が当たるわね。その後島津忠武は実質人質みたいな形で伏見に留め置かれ、新色旅案が家康の起請文を持ち帰って、6月3日に帰国するんだが、そこで3度の間で義久上洛をめぐって協議が幾度も重ねられるも、1週間後に忠常が島津忠武に送った状況説明には、義久は来月早々にも上洛するなんて言ってるけど、毎度のお国ぶりでだらけて準備が進まない定期で、上洛は延期になるだろうなんて、なんともしまらないことを言ってるぜ。いや、このチャンスを逃したらガチのマジで回線待ったなしだわよ。そんなこと小学生でもわかるでしょ。どうもこれは義久本人というより、彼の配下富の熊衆が上洛に消極的だった感じで。しかもさっきもちょっと話した忠常の当主の座を脅かす、得体の知れない陰謀論が広がっていて、家中はさらなるカオスに陥るんだな。そういや義久、義弘のいとこ島津持久の孫忠直が、忠常に代わる後継者候補として擁立される可能性もあったみたいだけど、それと関係するのかしら？ああ、義久の二女心情が生んだこの外孫の存在を利用して、忠常に変えて彼を島津家当主の座に据えるために、家康から許可状をもらおうと義久が企んでるなんて怪情報を流す者がいたらしく、この件と直接関係しているかはわからないけど、義久は忠常と起請文を交わして、世間で流れている噂について、自分はこんなバカバカしい話にもちろん関与してないし、義弘も無関係だ。今後とも自分の三女で忠常の妻亀寿をよろしく頼むと、忠常の当主としての正当性を担保している。亀寿の名前をわざわざ持ち出して彼を安心させようとしてるぜ。三度の間の疑心暗鬼を煽るような噂を流す不届き者が家中にいたってことかしらね。こうした落ち着かない雰囲気の中で三殿の間で協議が続けられ、忠常の悲観的な見通しの通り結局義久の上洛延期が決まってな。そうなると家康も容認のサインを出してくれたんだから、忠常が上洛するほかないわよね。ああ、7月22日までに義久の代わりに忠常が上洛することに決定するんだが、義久の上洛に意地でも反対する彼の配下を黙らせて、忠常としても家康から家督継承を認められて、そのお礼を述べるためという大義名分も立つし、和睦を無事成立させられれば、忠常の当主としての評価も爆上がりするから、忠常が上洛するのが島津にとってはベストな選択だったんだろうな。そういう意味でも柔軟な対応を取ってくれた家康には感謝だわね。8月1日に忠常は本郷光久や菱島国貞といった重臣連中や、さっきもちょっと名前の出てきた、徹底抗戦派の急先鋒三原忠胤、さらに省内の乱を起こした張本人で許されて薩摩へ1万石の領主に収まってた、伊集院忠真も引き連れて鹿児島を立つんだ。
国元に置いておくと何しでかすかわかんない、三原や伊集院といったヤバげな連中を一緒に連れていくことで、自分の目の届くところに置こうとしたってわけね。ただ常は途中富の熊にも立ち寄って吉久と会っているんだが、その場で二人は激しくやり合ったようで、吉久はただ常が上洛することを中高に戻ると非難するも、ただ常も負けずにやり返し、たとえご納得していただけなくとも、両国存続のための上洛だから自分の考えを曲げるわけにはいかない。己の行動が間違ってるか否かは天命に判断してもらうと単価を切って、どうか自分の上洛を認めてほしいって懇願してるぜ。ただ常の毅然とした態度はあっぱれだけど、ここまで来てもまだグダグダ言ってる吉久は老害の極みだわね。もっとも吉久がその後にただ常に送った書状には彼の主張をあっさり認めているから、吉久の本心は上洛いいんじゃねって考えだったけど、自分の配下が上洛反対の姿勢を頑固に崩さないんで、彼らの不満を交わすために吉久が一芝居打ち、ただ常が自分の精子を振り切って、上洛を決行したという形にした可能性もあり得るな。吉久はこれまでも重臣たちの協議に任せるって形で、決定責任を外部化するのが基本スタンスだったしねー。そしてただ常が上洛の途についた後、吉久は残っていた課題の後片付けに乗り出していき、まずただ常の家督継承のライバル忠直の祖父で、警戒の対象になっていた島津持久に、自分の重臣山田有信と起承門を交わさせているんだが、この中で持久は肥後から来た書状を提出して、疑念を晴らしたからには以後このような契約には乗らないと誓っていてな。肥後からの書状？それって加藤清正から島津持久に協約の手が伸びてたってことかしら？ああ、さっきも触れた忠直を忠常に変えて当主にする云々の噂垂れ流しに、あるいは清正も関与してた可能性もあるぜ。島津に好意的な書状が多い中で、清正は我が道を行って執念深く嫌がらせを繰り返してるわね。こうして持久を牽制することで、吉久は家中にくすぶっていた陰謀論の火消しを図ったんだが、同時に吉久は上洛する忠常が連れて行った伊集院忠実とその一族の粛清も敢行し、8月17日に日向の尻まで到達していた忠常が狩場から帰ってきた時に、伊集院忠実は何者かに狙撃されて死んでしまうんだ。これって吉久と忠常、さらに吉弘が事前に申し合わせてた可能性が高いんじゃない？それはほぼ間違いないだろうな。ちなみに忠実を狙撃したのは島津持久の手の者だったという話もあるぜ。持久はさっきの加藤清正の件もあるし、省内の乱の時には伊集院忠実と通報してた疑惑も持たれてたし、そうした疑念を払拭するために自分から進んで暗殺を引き受けたのかもね。そして忠実の弟3人や家康に強烈な薩摩弁でまくし立ててビビらせた忠実の猛烈母ちゃんも同じ日に3カ所で同時殺害され、さらに22カ条にも上る在家列挙状が作られるんだが、その中で忠直を出しにして3度の間の不和を煽ったのも、加藤清正からの調略工作を手引きしたのも、全員部伊集院忠実が仕組んだものということにされてな。なんか家中に渦巻いてる百鬼夜行の陰謀論を、これを機会にまとめて伊集院忠実に押し付けた感ありありだわね。父親の忠宗を忠常のバーサークで殺されて、一度は反乱まで起こした伊集院忠実一家は、忠常や島津家にとって負の遺産そのものでさっさと消したかったろうから、陰謀論は抹殺の格好の口実になったろうし、この粛清劇で家中の不協和音を一掃して、忠常の上洛に向けた断固たる意志を示す狙いもあったんだろうな。何にしても島津家に祟っていた伊集院忠宗の亡霊から、これでようやく解放されたわけね。こうして考古の憂いを断った忠常は、鹿児島出立から2ヶ月以上かけて10月14日に室津に到着し、ここで福島正則の出迎えを受けて、翌日に彼に付き添われて大阪入りしているんだけど、福島正則はかねてから家康と島津の和睦仲介にノリノリで、これ以前に正則が忠常によこした書状には、上洛があんまり遅くて心配してる、直接あなたにお目にかかってお話を伺いたいなんてことを書いてるぜ。直情的な正則らしい熱烈なラブコールだわね。福島正則は付き添いだけにとどまらずに、忠常の豊臣秀頼への拝謁を仲立ちしたり、山口直友を伏見から呼び寄せて会談の場をセッティングするお膳立てまで整えてあげてるし、さらに正則は島津の律儀っぷりは皆が知るところだから、約束をたがえることなど絶対ないと、家康や諸大名に受け合っていて、この忠常上洛で大いに面目を施せて大満足だって語ったそうだぜ。本当に上洛する気あるのかよって島津に疑いの目を向けてる家康や諸大名どもに、正則は熱心に説得を続けてくれてた感じだけど、なんでこんなに島津に入れ込んでたの？忠常の上洛に同行していた新色旅案が両国に送った書状には、正則は義弘の律儀っぷりを5回も10回もハイテンションで語っていたとあって、どうやら正則は義弘に対して半端じゃない尊敬の念を抱いていたらしく、それで義侠心を発揮して、
和睦仲介に尽力してくれたっぽいぜ。現実の島津家の内情を知ったら正則は幻滅しそうな気がするけど、でも立花宗茂に井伊直政、そして福島正則って義弘はザ・武人の男にほんともってもてだわね。義久みたいな政治的駆け引きの手腕には欠けていた義弘だけど、その誠実な人柄から来る感化力は恐るべしで、それが和睦交渉でたくさんの協力者を生んだプラス面はあるだろうな。そういう意味でも義久と義弘は、こんなこと言われたら本人たちは嫌な顔しそうだけど、お互いの足りないところを補い合える、車の両輪みたいな兄弟だったんだわね。またただ常は正則に大阪に備蓄している銀子百貫と米三千石を、入り用の際は好きに使ってくれていいと言われ。さらにただ常一行は大阪での宿所に町屋を考えていたんだけど、そこじゃ手狭だと言うんで、正則の配慮で福島屋敷の一角を拝借させてもらうなど、まさに至れり尽くせりのおもてなしを受けたんだ。在京費用にいつも困って借金漬けになってた島漬けからすれば、寒天の自由みたいな正則の行為だけど、損得抜きにここまで尽くしてくれる福島正則ってめっちゃいい人なんじゃない？ただ常もこの正則の接待に大感激しているんだけど、ちなみに国元に福島正則の圧をコンと、ただ常の無事上落を伝えた新色旅案は、この直後に急病を患い10月26日に大阪で亡くなっているぜ。関ヶ原の軒口で脱落して東軍に捕まっちゃうし、お家の命運をかけた和睦交渉で何度も京都と国元を行き来したせいで、辛労が重なっちゃったのね。この時江戸にいた家康は12月25日に伏見に戻るんだけど、それに合わせて忠常は伏見に呼ばれて、28日に福島正則の付き添いで伏見城で家康に拝謁し、本領&のお礼を言上するんだが、これで2年の長きにわたった関ヶ原の合戦後の和睦交渉が正式に決着したんだな。いろいろ大騒ぎはしたけど、とりあえず終わり良ければ全てよしだわね。年が明けて慶長8年正月6日に忠常は家康に糸まごいして、それを認められて月末に帰途に着くんだが、和睦締結っていう大役を成し遂げて、忠常はドヤ顔で帰国したでしょうね。ああ、この功績は父の義弘もしっかり認めるところとなり、帰国途上の忠常に送った書状で、これで本当にお前が第18代目として島津家を相続することになったと、皆が認めた。島津家中高の祖はお前以外に絶対ありえないって超絶賛してるぜ。親父から酒癖の悪さで禁酒を厳命されたり、謙信移住院忠宗をその場のノリでお手打ちするクレイジーっぷりを見せたり、庄内の乱での拙い采配で義久と義弘から妙に息ぴったりなダブルお説教パンチを食らったりと、典型的ダメ息子だった忠常がこんな立派な成長を遂げるなんて、おじさん感無量だわ。引きこもり癖の治らない義久と、西軍参戦で秩序していた義弘の両殿に代わって、忠常が上洛を果たし和睦を成立させた意義は大きくて、家康から当主として認める起承門を得ていたこととも合わせて、島津本宗家家督としての忠常の地位はこれでガチッと固まり、これまでギフトジップの貢献を受けて、その鼻息を常に伺ってた立場から脱して、自分が領国経営に主導権を発揮できる土台が出来上がったんだ。前回、今回と島津と家康の和睦交渉の過程を見て思ったんだけど、家康側は黒田女帥たちに命じて一度は島津討伐軍を起こしたりしたけど、それも本気度は感じられなくて、一貫して交渉の手を差し伸べてくれていたのに、島津側が過剰反応を起こして、事態が変にこじれていって、むしろ家康再度をやきもきさせてる感まであるわよね。そうだな、征夷大将軍就任に向けて全ての大名を服属させる必要があった家康は、上洛するんだかしないんだか態度をはっきりさせない島津にイライラを募らせてただろうよ。まあこんな超重大局面でも平常運転な島津クオリティを発揮し続けたマイペースっぷりには、ある意味感心するしかないわ。ただ結果を知っている後世のうちらから見れば、島津は何グズグズしてるんだよって思っちゃうけど、戦国時代で大名本人が敵の本拠に赴いて服属する行為は、想像以上に重い意味を持ち容易に決断できることじゃなかったし、前回でも言ったけど家康サイドの真意が読めない中で、所領&と義久の身柄の安全の確約が取れない限り、側近層の単なる書面上での約束をそう簡単に信じるわけにはいかないって判断したのは、仕方ない部分があったと思うぜ。でも義久の個性と島津の上事情が交渉を無用に長引かせた面は否定できないわよね。そしてここから家康はなぜ島津を何のペナルティもなく赦免したのかっていう、問題の答えに移るわけなんだが、山口直友や井伊直政、本田正信といった家康家臣とか立花宗茂、黒田女帥さらに福島正則とかの諸大名が、こぞっては僕仲介に協力的だった要素は無視できないにしても、家康本人はそもそも最初っから、島津を処分する意思なんてなかったんじゃないのって感じるんだけど、そうだな、島津側の認識はともかくこの和睦交渉は予定調和なできレース感が強いわな。理由として関ヶ原で軒口を観光した島津の武勇に家康がビビって、手出ししなかった的なことはたまに言われるわよね。それはいくらなんでも買いかぶりすぎで、島津軍が強かったことは事実ではあるんだろうけど、
豊臣秀吉の九州征伐みたいな本格的な中央軍相手には手も足も出なかったしな。そうなると家康が島津を一切お咎めしなかった真意は一体どこにあるのかしら？家康の西軍側についた大名に対する処分は、割とケースバイケースなところがあるんだが、島津について言えば理由はいろいろあるっぽく、まず関ヶ原の戦いに圧勝して豊臣政権の政治的決定権を独占できる立場になったとはいえ、家康は未だ豊臣体制を否定できる絶対者であったわけではなく、関ヶ原の勝利も福島正則たち、豊臣系諸将の力に負うところが大きかったからな。そうなると家康の権力基盤は未だ盤石とは言えないわね。戦後処置できないから西には徳川一門や普代家臣を全く配置してないことからも、その当時での家康の力の限界が見えるし、そういった不安定要因を抱えていた家康は内実はあれだけど、一応62万石という、五大老に次ぐ国高を誇っていた大大名島津を無用に刺激して、遠く薩摩まで軍事行動を強行する事態になることは、リスクが高いって判断したのかもな。自分たちの主君はまだ秀頼だって思ってる福島正則とかの豊臣恩子の武将たちが、次もおとなしく命令を聞いてくれる保証はないしねえ。また前回の視聴者さんからのコメントにもあったけど、東軍側に属していたとはいえ、福島正則と同じく豊臣恩子の大名で、関ヶ原前後でも家康の指示に束縛されない独自行動をしょっちゅうとっていた。要注意人物の肥後の加藤清正を牽制できる存在として、島津を無傷で本領安堵した可能性も高いわな。両家って省内の乱の因縁以来仲が悪くて、連携する可能性も低そうだしね。さらにもう一つの重要な要素として、島津家が15世紀以来の大琉球外交の窓口役として、その交渉ノウハウを蓄積していたという点も挙げられるんじゃないか。そういや豊臣政権ものらりくらりと命令に従わない義久を、さっさと引退に追い込みたかったけど、彼が大琉球外交で利用価値があるって理由でそれができなかったって話があったわよね。家康は明朝との日民通行再開を熱望していて、琉球王国にその仲介役を期待していたんだけど、島津領内には明から渡ってきた帰化民人がたくさんいたんだが、彼らは東シナ海や南シナ海の華人通商ネットワークに繋がっていて、対外交易掌握のために義久は、彼ら帰化民人を外交顧問的存在として周辺に置いていて、琉球との外交交渉もこうした帰化民人の働きに負うところが大きかったんだが、島津家が持つ琉球への人的ネットワークは、替えが容易に効かないものになっていたと思うぜ。ふんふん、あとは華人ネットワークのつながりで中国南部と島津との関係も深く、明との直接的なパイプとして期待されていて、日明通行復活の仲介の二つのルートを持つ島津は、家康の外交戦略にとって不可欠な存在だったと言えるな。そういや島津と似たような立場で、朝鮮との外交交渉を担ってた津島の宗師も、関ヶ原で西軍側で参戦してるのに処分を受けなくて、江戸時代を通じて一度も転封されることなく、先祖代々の領地に居座り続けてるわよね。お、いいところに気がついたじゃないか。津島の宗師なんて秀吉の出兵で断絶した朝鮮との国交回復のために、国書偽造なんて激ヤバ案件もやらかして、家老の柳川茂興によって幕閣に訴えられる柳川一件を起こしてるけど、結局宗師自体は何のお咎めも受けなかったからな。辺境の地にあって外国との交渉窓口役という、余人を持って帰られない独特のポジションを築いてた島津氏や宗師は、シャレにならない問題を起こしても中央から多めに見てもらえたわけね。こんなところで今回はお開きにしたいと思うけど、次回は宿題にしていた島津がなぜ浮田秀家をかくまったのかについての答えや、戦国島津家の最後の大イベント、琉球侵攻が計画されていく流れを語っていく予定だぜ。一番盛り上がる関ヶ原も終わって、このシリーズもラストに近づいて寂しいけど楽しみにしてるわ。それじゃあ皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。